どうも、すみません。NHK マイルカップ出走馬1頭ずつにつにいいてて喋っこうと思います。この NHK マイルカップはいくつか特徴がありましてそれを大きくざっくり2つに分けますとまず女馬の構想が多いっていうところですねでもう1つの方はですね雨でも降らない限りは先行馬が構想してそれで差し追い込み馬が苦戦する そういったような年も結構あったっていうことですね。で、まず、女馬が構想しやすいっていうことに関してはですね、基本的にですね、牝馬の方が成長が早くて、早い段階で完成度の高い馬になるっていうことが多い傾向にあります。そういった中で、この時期にある程度完成度が高くなる牝馬もいるんですよね。で、その分、ボバと比べて2キロ差ですね。 この時期に2キロ差があるっていうのは有利に働く場合があるっていうことですね。まあ、もちろん、まあ、その個体差がありますんで成長の度合いっていうのはそれぞれ違うんですけれどもそういったふうに完成度の高い牝馬が出てきた場合っていうのはこの2キロ差っていうところをフルに活かせるそういったような時があるっていうことですね。続いて先行馬たちが構想して差し追い込み馬たちが苦戦するような年が結構あったっていうことについてなんですけれども そもそも2歳の早い段階の新馬戦とか早い段階の番組っていうのは短距離が多いですよね要するにスピードタイプから出来上がっていくっていうような傾向にあって完成度の高さということに関してもどちらかというとスピードタイプの方が完成度が早い段階で高くなるっていうことが多いっちゃ多いんですよねでそういった中でも2歳の G1 ですね 朝日フューチュリティステークス阪神ジュペナイルフィリーズあの辺なんかもそれならっていうことはあるんですけれども阪神のマイルの G1 っていうのはですね、まあ、結構タフなコースでしてそういった中で、まあ、どうしても差し追い込みが効くようなレースが多かったりするんですよねそれは大箇賞も同じで阪神のマイルでありますんで阪神のマイルの G1 ということになると差し追い込みが効きやすい傾向になるんですよね でそういった中で今回の NHK マイルに関しては東京のマイルということで東京のマイルっていうのはタフだタフだっていう風によく言われてたんですけれども、まあ、ここ15年前後ぐらいでですねだいぶ馬場が良くなってきましてその分先行馬たちが有利な競馬になることも多いのかなっていう感じがありますねで昨日の土曜の競馬なんか見てても 前残りがすごく多いですし、時計もかなり早かったんですよね。で、そういったことを考えると、やっぱり今年もですね、先行馬である程度自力がある馬もしくはうまく流れに乗ってレース展開を味方につけたような先行馬に関しては、構想できる、そういったような条件は揃っているかなっていうふうに思いますね。ただ、そういった中でも、 し追い込み馬の馬たちの中である程度完成度の高いパワーもついているような馬ですねそういったような馬に関してはやっぱりある程度は期待できるっていうところがあってそういった中で僕はタオブロンドあたりはですねある程度完成度が高くてパワーもついてますしレースに行ってもある程度信頼性が高いということ、まあ、そういったことを考えるとそのギャンブル性の高い先行馬たちを選ぶよりかは 差し追い込みで今まで実績のあるあとは自力としても現時点ではナンバーワンの一等なんじゃないかなっていうところでそういったところでタオブロンドンに注目したっていうところがありますただその点に関してはですねやっぱりその NHK マイルっていうレースを考えると差しが利かないようななだれ込むような競馬になることもありますんでそういったような競馬になるとタオブロンドン自体が。 そこまで切れる足があるタイプではないのでどうしてもある程度ペースが流れて他の馬たちが止まってくれるある程度自力勝負になってくれればっていうタイプの差し追い込み馬ですんでそういったことを考えると展開不向きの時にターブロンドンの末足が不発っていうことも十分ありうるかなとは思ってますね。それそのターブロンドンに73っていう高めの数値をつけています。 でもその数値っていうのは条件付きの数値でして今の東京の馬場である程度 G1 らしい自力勝負になった場合にマイルの適性が高いんじゃないかということでつけていますのでもしスローの良いどんの瞬発力勝負になったりだとかあとはなかなか前が止まらないような冷戦開的に差しが難しくなるような展開になった場合ですねそういった場合に 力を出し切れない可能性がありますんで、そういった時のもろさっていうのはもちろんあるって言うところですね。で、他の馬たちもですね。結構いいメンバーが揃ってるんですよね。まあ、なんかそのインターネットの記事とかで競馬の記事をたまに見かけるんですけれども、まあ、なんか、そのあんまり競馬のことを知らないような人が書いてるような記事も結構多くて、なんか nhk マイルカップが。 G2 に降格するかもみたいなことを書いてあったりだとかなんかここのメンバーもどうなのっていう感じで書いてあったりしたんですけれども僕からすると結構いいメンバーが揃ってまして例年よりもメンバー的に楽しみなメンバーが揃っていると思いますし「タオブロンドン」が抜けて強いということはないんで「まあ、そのタオブロンドン」が一番掲示板に来る確率が高い馬かなっていうふうには思うんですけれども。 勝ち切るもしくは生まれに絡むということに関してはそんなに頭一つ抜けてるっていうような感じではないので、まあ、その分皆さんはですね面白い馬いっぱいいますんで楽しめる NHK マイルカップになるんじゃないかなっていうふうに思いますね続いてどの馬が先行したそうか逃げたそうかっていうところなんですが大体この辺の時期の3歳 G1 だと 短距離馬が出てきたり力の劣る馬が出てきたりなんかして逃げて先行してなんとか競馬を乱して粘り込もうっていうようなそういったような意識の乗り方をする馬が多かったりするんですけれども今回のメンバーにはそういう馬はあんまり見当たらないかなっていう感じでどの馬が先行するにしても逃げるにしても 自分が勝ちに行くような競馬ですねあんまりその競馬を乱すっていうような意識の競馬じゃなくて自分がマイペースで力を出し切れるような競馬をする可能性が高いかなっていうふうに見てますね。まあでも意外性のある意外性を出して強気の競馬をしてくるような思い切った競馬をしてくるようなそういったような陣営騎手もいるかもしれないんでそういった場合にはもちろん乱れた競馬になる可能性はあるとは思うんですけれども。 まあ基本的には今まで逃げた馬たちで言うとテトラドラクマカシアスレッドベイロンこの辺が逃げた場合だとある程度自分が勝ちに行くような競馬ですねある程度きれいな競馬をしようとする可能性は高いかなっていう風に見てます、まあ、他の馬たちについても逃げたことあるような馬いるのかもしれないんですけれども、まあ、そこまでチェックする必要がないような感じのメンバーではあるかなっていう感じで、まあ、とりあえずは レース展開的にはある程度その綺麗に回ってくるような展開になる可能性の方が高いかなっていうふうには見てますね。それではうちの方から一投ずついきます。ジカツジの前奏ニュージーランドトロフィーは出遅れまして、後方から大外一気で差し切りましたね。でも僕は出遅れて逆にラッキーだったと思いますし、出遅れたことによって 中山のマイル重賞でありがちな広報一揆がハマったかなっていう感じはありますね。ですから、勝地はそんなには切れる足は使ってなくて、見た目の錯覚で切れる足を使ってるように見えてるっていうところですね。ちょっと勝地に関してはですね、もう馬体面からそんなには切れる足がないな、パンチが足りないなっていう感じは見られますんで、やっぱりここのメンバーに入ると、 ちょっと瞬発力ということに関しては1枚劣るかなっていうところで、まあ、乗り方としてちょっと難しいところはあるかなっていう感じはありますねただ馬場が良くてスピード競馬になるということはそのパンチ不足というところを補える可能性が出てきますしこの勝字っていう馬は競馬に行って自分の力を出すそういったような能力の高さセンスの良さっていうところがありますんでそこに期待できればっていうところですね 全くないとは言い切れないんですが基本的には厳しいと思いますね。で、もうちょっと長い距離でレース戦争を生かすような競馬をしていった方がいいと思いますね。ファストアプローチ。ファストアプローチは全然人気がないですね。ちょっと馬鹿にされすぎですね。僕はずっとこの馬に関しては高く評価してますし、多分藤沢和夫調教師もタワー・オブ・ロンドンとそこまで大きな能力差はないっていうふうに思っていると思いますね。 で前走のニュージーランドトロフィーに関してはまあ中途半端なポジションから競馬をすることになってそれでまスムーズにいかなかったなっていうような感じでこのま瞬発力タイプではないんでどうしても4コーナー前後スムーズに加速できないとっていうところがあるんですがまあ,ああいうごちゃごちゃした競馬の中で4コーナーでも外に出そうとした中で前が開かずブレーキをかけてああいうふうに一旦ブレーキをかけてしまうと競馬が終わってしまうタイプの馬ですね。 でもし勝字みたいな形で出遅れてでも後方からの競馬で勝字みたいな進路が取れてたとしたら勝字以上に強い競馬をしてたと思いますしそれぐらいの能力はあるまです。朝日はヒューチュリティステークスの時も2番手からの競馬で仕掛け遅れでこのまのずぶさというか気難しさを出したっていうような内容でしかなくて。 もし早め早めの競馬をしてたら馬券圏内にはまず来てたでしょう。それぐらいの能力はあるまず。馬体的にも前走のニュージーランドトロフィーの時からある程度仕上がってましたし、まあ、今回一叩きでさらに良くなっていると思いますし普通に馬券圏内に来ても勝ち負けをしてもおかしくはないかなと思うんですがただ、まあ、その瞬発力がそんなにあるタイプではないので 直線の長い東京コースでどこまで足を使えるかっていうのと、あとは自分から走,りを走るのをやめちゃうようなところもありますんで、そういったような気難しさを出して止まってしまう可能性はあり得るかなっていうところですね。まあ、でも、馬体とか走りなんか見てたら左回りは全然問題なさそうですし、内枠を引きましたんで、まあ、うまく立ち回れれば時計面も全然問題ないでしょうし、 ううまくいけばっていうところですね、まあ、ただ出遅れる可能性もあるタイプの馬ですんで、まあ、スタート出てある程度中断もしくは中断よりも前から競馬ができてなるべく4コーナー前後でスムーズに加速できればっていうタイプの馬ですねあとはちょっともったいなかったのは皐月賞を使ってればっていう感じがあったんですよねああいうふうにばらけるようなレース展開はこの馬にとって一番向きますし 前の3頭を見ながら早めに抜け出すっていうような競馬ができていればかなり際どい競馬になってたと思いますね 2,000m 問題ないですしそれぐらいの能力はある馬ですテトラ・ドラクマテトラ・ドラクマの前奏クイーンカップはペース早かったですし時計の方も早かったんで数字的にはレベルが高いように見えるんですけれども後続の馬たちもですねほぼ団子状態でゴールしてましたし そういうふうに手応えのいい馬たちが多かったということはそんなには自力勝負っていう感じでもなかったレベルとしてはそんなには高くないレースだったと思いますねただ時計が速かったレースっていう感じではあったんですがそういった中でテトラドラクマはですね逃げていて2番手の馬にコーナーから結構絡まれたような感じですね2番手の馬が引っかかってましたんでその分そんなに楽な競馬でもなかったのに あれだけいい競馬ができたということはこの馬自体に能力があることは間違いないかなっていうふうに思いますねまあ、確かに田辺騎手が4コーナーの手前あたりから早めに仕掛けてまこの馬の競馬をさせたっていうところもあるんですけれども馬体面からま本当にただの一本上司ではないための効く瞬発力のあるようなそういったようなセンスのいい馬体してますんでまあ、控える競馬もできますし まあどういう競馬でもできるというようなそういったような強みはあるかなという感じですね。まあ本当はですね、逃げない方がいいですし、前に1、2頭引っ張ってくれる馬がいて、3番手4番手あたりのうちで足を止めて、スッと抜け出すというような競馬がベストなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ形として行かなきゃいけないような展開になるかもしれないですし、そういった時にもしかしたら、 思ったほど強い競馬ができない可能性もあると思いますね。まあ、でも現状では逃げても強い競馬してますんで、まあ、このレースに関しては逃げても強い競馬できる可能性はあると思います。ただ今後を見据えていくと、今後は逃げない方がいいと思いますね。まああまり逃げると足が溜まらなくなったりだとか、あとは場対面だとかフットワークが小さくなっていくような馬も多いので、 基本的には逃げ馬っていうのは欠点の多い馬が逃げる方がいいので、まあ、こういうような馬に関してはなるべくその逃げ癖はつけすぎない方がいいかなっていう感じはありますね基本的に足をためる形の方が成長も促せますんでっていうところですねフロンティアフロンティアは新馬戦とその次の新潟に再ステークス内容良かったですし走りなんかもなかなかいいところがあって素質は感じたんですけれども その後ちょっと調子を崩しましたね理由としては後ろに頼りすぎているフットワークになって追い出して上ずったような走りになったりするんですよねであと良くないのはパドックで歩き方なんか見てると後ろの腰回りだとかその辺がぶれちゃうっていうそういったようななんかパンとしてない感じがありまして、まあ、その分追い出して すぐに加速できなかったりだとか、上ずった走りになってしまうっていうところもあるのかなっていう感じですね。でも、今回の追い切りを見た感じだと、そういったところ、徐々に解消してきてますし、確実に良くはなっていると思いますね。ただ、新馬戦の頃の方がですね、馬体全体のバランスは良かったかなっていう感じで、まあ今、その、後ろの脚力をつけなきゃいけない時期ということで、 パワーアップを図って、そういう風に後ろを強くしているとは思うんですけれども、できればもっと前後のバランスのいい形、あとは、そうですね、前,前の書き込みもいい形だと、もっと走りのバランスは良くなると思いますね。まあ、実際にデビュー当時はそういうバランスのいい走りをしてましたんで、バランスが崩れてるっていうのはもったいないかなっていう感じですね。で、もうちょっと首やですね、背中を使えるような感じになれば、その辺が鍛え上げられれば、 バランスよくなると思いますしまだまだこの馬に関しては上がり目期待できると思いますね。バネもありますし全身使った躍動感のある走りができる馬ですんでっていうところですね。で今回に関しては本当はですね中段よりも後ろで足をためた方がいいと思うんですよね。というのは4コーナーから直線向いた時にすぐに追い出して反応できるかというとちょっと 不器用なイメージが出てきてしまうんでその分ポジションを取ってしまうとその不器用さっていうところが致命的なロスになる可能性があるんですよねやっぱりある程度腹くくって後ろから行った方が不器用なところをカバーしやすいかなっていう感じがありますんでできれば後ろから行った方がいいかなと思いますね、まあ、でも、まあ、先行して勝ったことがあったりだとかあとは内田騎士も前残りの馬場を気にして出しちゃう可能性もあるかなっていうところで そういうふうに先行した場合にもし狭いところに入って馬群が凝縮するようなところになっちゃうとこのままの武器をさ出る可能性がありますしできれば先行するんだったらバルけるようなレース展開でマイペースで加速できなければっていう感じになると思いますね。プリモシーンプリモシーンの前奏の桜花賞は僕は狙ったんですけれどもまあ見ての通りですね パトロールビデオを見ても一切いいところがない直線でしたね。で、まず入れ込んでたっていうようなことを言ってますし、出遅れたっていうことも敗因に挙げてる人いるんですけれども、まず出遅れたことはですね、全然敗因ではないですね。あれ関係ないです。逆に出遅れた方が良かったぐらいで、あれで腹をくくれるようなポジションになったんですけれども、その後にですね、 ちょっとでも距離ロスを少なくするそういったような意識もしくはポジションを取っておこうっていう意識が働いたのか戸崎騎手が仕掛けて前に取り付いていったんですよね内ちらにつけたんですよね。それでバグの中に入ってしまってあれがよくないんですよね。ああいうふうにスタート直後余計な仕掛けをしたがために馬にスイッチが入っちゃって落ち着きを取り乱したというか。 そうういいったような感じもある,あると思いますねスタート直後はもっさりした感じがあったのにあのまんま最高峰でじっとしていればよかったんですよね。でもしそういうふうに最高峰で腹をくくってアーモンドアイの後ろの方から外に出すような感じの競馬をしていれば馬券圏内は普通に来てたと思いますね。馬体面からももうあそこのメンバーでは上位3頭に入ることは間違いないレベルの馬でしたし。 仕上がりもすごく良かったんで、まあ、普通に外に出すだけで馬券になってたと思いますしアーモンドアイを倒すのは多分難しかったかなっていう感じはあるんですけれどもでもアーモンドアイと叩き合いになってもおかしくないレベルの可能性は感じる馬体をしてる馬ですね。 ちょっと前走の桜花賞が後味最悪だったんでここで取り戻したい気持ちはあるんですけれどもちょっと条件が悪くなりすぎましたね、まあ、この馬ですね調教を見ててもフットワークがですねちょっと抜けちゃいそうな走りになっちゃうんですよねああいう風に抜けちゃいそうな走りをしている馬っていうのは力のいる馬場の方がどちらかというといいですし今の東京の軽石場だと レース展開によっては素足不発もしくは不器用さを出して全然いいところが出ない可能性もあり得るかなっていう感じでそういった意味でのギャンブル性の高さは今回はあるかなっていう感じですねですから、まあ、前走の桜花賞ですね桜花賞はもうただ後方で足を溜めて外に出すだけで良かった競馬だったんですけれども桜花、まあ、賞は追い込みが効きやすいレースでもありますしあれだけペースが流れてくれれば プリモシンなら確実に上位争いはしてましたんで、まあ、本当に絶好のチャンスで腹をくれなかったなっていうようなそういったような競馬になってしまいましたねで、まあ、僕にとっても馬券的には絶好のチャンスだったんですけれども、まあ、今回は穴人気してますしやっぱりインパクトがありすぎて誰が見ても競馬してないっていうところがあって騒がれた結構土崎基地も叩かれたようなレースですんで。 まあそういった中で今回穴人気してしまってこの穴人気に見合うような条件が揃っているかというと割に合わない穴人気だと思いますねですから僕はちょっとギャンブル性が高すぎて今回は中心地はできなかったですっていうところですね。両の手走路両の手走路は外国産馬で特徴をつかみづらいところはあるんですけれどもお尻や友の方のエンジンというか筋力なんか見ると 外国りまらねで客室的にはちょっとつかみづらい乗り方が難しいイメージはあるんですけれども同じ旧車でリエノテソーロが NHK マイルで2着か3着しましたよねああいたようなイメージとちょっとかぶるかなっていうところはあってある程度道中ペースが流れながらうまく立ち回って一瞬の足を生かすっていうような競馬が合うのかなっていう感じですんで。 まあこのままなるべくその中段氷あたりで足を溜めてばらけるような冷戦会の中でうまくスムーズに競馬ができればっていうようなそういったようなイメージで今回は見てますね。距離適正に関してはですね多分もうちょっと短い方が一ロンでも短い方がいいかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、芝向きかなっていう感じのまでまで、あ、ダ,ダートで勝ち上がってはいるんですけれども芝の方がいいかなっていう感じがありますしまあ芝でも 東京で勝ってますし、まあ、どちらかというと芝向きかなっていう感じなんで芝で使っていった方がいいんじゃないかなとは思いますね。タオブロンドンタオブロンドンはですね、まあ、とにかく基本的にはある程度ペースが流れた時の素足タイプっていうところがあって、まあ、あまりそのスローの良いドンだとか まあその中距離競馬に近いようなレース展開になると苦しいいとところが出てくるタイプだと思いますねでも現時点での完成度というか、まあ、あとはレースに行っての信頼性ということに関しては高い方かなっていうふうに思いますしまあその短距離の追い込み馬っていうイメージが湧くような馬体をしてますし歩き方なんかもそうなんですけれどもレースに行って走ってみるとあとは長距離での走りなんか見てると。 走り出すと結構足先のスナップが効いたりだとか、まあ、ある程度一瞬の足はあるかなっていうイメージが湧きますんで、まあ、そういった意味での脚力の良さだとかバランスの良さだとかあとはマイル適性ということを考えるとここでは一番信頼性は高い馬の1頭かなっていう感じはしますね。で、まあ、基本的にはですね 専用以下の方がいいかなっていう感じの馬体はある馬体ではあるんですけれどもダノンスマッシュダノンスマッシュの前走アーリントンカップは34と強い馬はいたんですけれどもこのまも仕上がりが良かったですしオッズ的にも狙い時だったかなっていう感じだったんですがまあちょっと中途半端な競馬で足が溜まりきらなくてロスの大きな競馬をしてしまったかなっていう感じですね どちらかというとコーナーからペースが流れやすい右回りで気温に立ち回ってレースセンスと一瞬の足を生かすというようなタイプですので条件としても阪神のマイルだったアーリントンカップは良かったんですけれどもちょっともったいない競馬でしたねほ、まあ、他の馬たちがうまく乗ってたというところもありましたので、まあ、その分ああいう着順になるのもしょうがないかなという感じですね。 まあ最高峰から競馬をしても多分馬券にはなってたと思いますしそれぐらいの能力はありますんで、まあ、ここでも期待してもいいかなっていうところはあるんですけれどもただ、まあ、あんまり左回りでプラスに働くことはないかなっていうところで、まあ、ちょっと瞬発力が足りないタイプなんでその分左回りだといい足を使う馬もしくは長く足を使える馬っていうのが増えてきますんで。 ダノスマッシュは足の使いいどころが難しくくななってくるかなっていう感じですね、まあ、左回りのファルコンステークスはそんなに悪くない内容ではあったんですけれどもただやっぱりパンチ不足っていうところが見えたレースでもありますし今回唯一光が見えるのは軽い芝でスピード競馬になりやすいバボ状態ということですね。 そういうふうにワンペース気味にスピード競馬になった時にそういった時にこの馬のパンチ不足っていうところをカバーできる可能性もありますんである程度いいポジションから器用にごまかすような立ち回りができた場合っていうのは無視はできないかなっていうふうに思いますねギベオンギベオンはそこそこいい馬ではあるんですけれども2番人気はちょっと人気すぎですね過剰人気過大評価されてる馬です 毎日配で2弱した時っていうのは前に壁を作りながら比較的ロスの少ない競馬をして足を溜めましたしそういった中で直線での伸びが平凡でしたね余裕も可能性も感じないようなフットワークでした東京で勝った時もですねルメール騎士が丁寧に立ち回って直線勝負もっと突き抜けなきゃいけないようなそういったような競馬ではあったんですけれどもなんかパンチの 足りないところが見えたレースでもあったかなっていう感じですし、まあどちらかというとコーナーからペースが流れやすいコースの方がごまかしやすいかなっていう感じあるんですが、東京コースだと他の馬たちとの瞬発力勝負になった時にちょっと足りない部分が出てくると思いますね。ただ今回はババがいいですし、スピード競馬になってワンペース組になったらその分ごまかしやすいところがありますし。 何よりミルコ・デムロクシが乗るっていうのは大きいいですよねもうミルコデムロシが乗るっていうだけで抑えておかなきゃっていうところはありますんで、まあ、その力差を逆転する可能性は十分あるかなっていうふうに思いますね。あとは藤原秀明9車はですね土曜日の方でも東京で結構好成績収めてましたし、まあ、相変わらず好調で、まあ、今一番勢いのある9車ですんでそういった勢いも ある中でギベオンを確実に、この馬なりに成長させてるって言うところが見えますんで。まあ、そこに期待をするんだったらっていう感じですね。まあ、期待する要素はいくつかあるって言うところですね。まあ、ただ、その馬の形筋肉の質だとか素質に関してはですね。トップレベルのディープインパクトではないなっていう感じで。まあ、重症を勝てればラッキーだろうなっていうような。 感じではありますパクス・アメリカーナパクス・アメリカーナは G1 クラスの牝馬だったホエール・キャプチャーの前提ですねそのホエール・キャプチャーはですね3歳の時に左回りを得意としてたんですよねとなると同じ血統なんで左回りで注目したいところなんですけれどもホエール・キャプチャーとこのパクス・アメリカーナあんまり似てないんですよねホエール・キャプチャーはですねもうちょっとシュッとして 足をためて一瞬のキレを生かすっていうタイプだったんですけれどもこのパクスアメリカーナはパワータイプでじりじりとしぶとい素足があるっていう感じのまずですねですから左回りに変わって特に良くなる可能性は低いかなっていうふうに見てますただその追い出して加速がつくまでに時間がかかりますんで直線が長い方がこういったようなタイプは いいところもあるただ、東京コース自体、あとは今の東京コースの島の状態自体がですね、結構軽くて、前残りが多かったり、そういったようなスピード競馬器用さを求められるようなコースになってますんで、となると、このタイプはですね、そんなには適性としては合わないかなっていう感じですね。ですから、このパックスアメリカーナに関しては、 中段よりも後ろから競馬をするんだったらなるべく前が潰れてくれる止まってくれるっていうことを待つしかないかなっていう感じですねでも、まあ、今までの競馬で先行させたこともありますし土曜日の競馬なんかもう、まあ、本当に分かりやすい馬場だったんで川田騎手や陣営の方が考えてスタート直後行ければ出していく可能性があると思いますねですからそういうような競馬だとある程度は 今の東京の馬場でも構想できる可能性はあるんですけれどもただそのポジションを取りに行けば行くほどこういう不器用なタイプっていうのは4コナー前後の勝負どころでごちゃついたりブレーキをかけるような形になるとあとはロスの多いような競馬になると伸びあぐねる可能性もありますんで、まあ、いかに4コナー前後のところスムーズに加速できるかっていうところが大事になってくるかなっていうふうに思いますね。 KI ノーテック、アイノーテックの前走ニュージーランドトロフィーはカツジに刺されて2着でしたねでも内容としてはですねカツジと比べると KI ノーテックの方が頭一つ抜けて強いかなっていうような内容でしたんで、まあ、ここは KI ノーテックの方が断然有力だと思いますねでそのニュージーランドトロフィーの時は戸崎氏が乗ってたんですけれども 早めに動いたのは良かったんですけれどもを入れるのが遅いんですよね結局 KI ノーテックが伸び始めたのは戸崎氏がムチを入れてからなんですよね戸崎氏はですねちょっと丁寧になりすぎるところがあって先に尋ねなでなんとかフォームを整えてからムチを入れるっていうようなそういったようなレースが目立っていてその分 4コーナーから直線を向いたところで他の馬テちに外からわっとこられたっていうところもありましたんで、まあ、あのムチを入れてからの伸びなんかを見ると一発でもムチを入れとけばもっと早めに加速がついたのかなっていう感じで、まあ、そういった意味でちょっともったいない競馬にはなったかなっていう感じですね。でこの k i n o t e c っていう馬は1戦目2戦目とかその辺を見てた時っていうのはバネを感じなかったですし ディープインパクトにしてはそんなでもないなっていうような感じで見てたんですけれどもだんだんとこの馬はパワーがついて脚力もついて、まあ、見違えるようになってきましたね、まあ、こういうふうに成長するんだっていうふうに勉強させてもらいましたっていうところもあるんですけれども、まあ、やっぱりそのちょっとパワフルなところがありますんで 最初のうちからそのすがるいような瞬発力を見せるようなことはなかったのかなっていうふうにも思いますね。で、今はだんだんと絞れてきて、馬体の形なんかもシルエットも良くなってきてますし、この馬はバネにいいところがありますんで、ニュージーランドトロフィーの直線での伸びなんか見てても、東京コースは向きそうな感じはありますんで、この馬自体は東京コースはいいとは思うんですが、ただ、 レース展開ですねレースの質とババアなんですけれども今のなかなか前が止まらないようなババアっていうことを考えるとレース展開的にこの馬の素足が不発になる可能性も普通にあるかなっていう感じですねまあ道中ですねうちの方に入れたり馬群の中に入れるのは問題ないんですけれどもどうしても広いところに出さないとっていう感じの大飛びの馬ですんで。 まあその広いところに出すまでにいかにスムーズにいくかっていうところでこの間の能力を出し切れるかどうか決まるかなっていう感じですね、まあ、結構長く足を使えそうな感じでもありますんで東京コースは向くとは思いますんではまった場合ですね追い込み競馬になった場合だとこの間は普通に勝ち負けしてもおかしくないと思いますしタオブロンドンと末足の瞬発力に関してはそんなには大差はないかなっていうふうに思いますね。 アンコールプリュー。アンコールプリューは今のところ単勝90倍前後ついてますね。ファストアプローチも70倍前後ついてまして、この2頭に関してはちょっと馬鹿にされすぎですね。で、このアンコールプリューはフィリーズレビューの時は直線外から豪快に追い込んで2着に来たっていう競馬なんですけれども、まあ結構その、 ああいうような競馬になると牝馬だと直線半ばあたりで伸びあぐねてもしょうがないようなところはあるんですが最後ぐいっと伸びたあたりにこの馬の底力を感じましたでその後の大花賞はですね内が伸びない展開で内をついてしまって、まあ、結構大花賞って内の方がごちゃごちゃして内をついても伸びないこと多いんですけれども、まあ、その分外に出してたトップレベルのジョッキーたちというのはみんな外に出してたっていうところもあって。 アーななんかも大外一騎っていうようよ競馬ですね。このアンコールプリンに関しても最高峰からでも良かったんで大外に出していれば違った競馬ができてたかなっていう感じがありましたね。馬体面も徐々に良くなってますし今回追い切りなんか見ても捌きがいいですね足先のスナップを利かせて無駄な動きをあんまりしないような効率よく推進力を埋めるような感じになってますし。 まだんだんと小足も使えそうなイメージも湧いてきたんで、まあ、徐々に器用さも出てきたのかなっていう感じはありますね。中段こういう辺りでなるべくばらけるような展開になったら乗りやすいかなっていうふうには思いますしスムーズに4コーナー前後真ん中どころを外に出すような競馬ができればこの馬の末足がはまる可能性は十分あると思いますね。ただ切れ味に関してはははここでででナンンバーワとまいいかないので ある程度前が止まるような展開っていうようなそういったような展開の助けも必要かなっていうイメージがありますね。ルーカスルーカスはですねモーリスの弟ということなんですけれどもやっぱりちょっとその形が整いすぎているというか、まあ、スラッとしすぎてるような感じもあってその分 まあ一瞬の動きが遅かったりだとかまあなんかそのパンチが足りないようなところはありますねで、まあ、徐々によくなるかと思ったんですけれども、まあ、馬体的にはよくはなってはいるんですけれども動きが特に変わってこないというところがあってでこの兄弟ダート走ってる馬もいますんでダート試してみたらもしかしたら 走るる可能性はあると思います、ね、そのスクリーンヒーローっていうことになるとあんまりダートっていうイメージは湧かないんですけれども、まあ、でもスクリーンヒーローサングルの中でもダートを走ってる馬もいますし、まあ、追い切りの動きとか見てても、まあ、どっか条件さえかみ合えばそこそこは走るんじゃないかなっていう感じがありますんで、まあ、それが洋芝なのか北海道の方の洋芝なのかそれかダートなのかっていうところで。 まあ足抜きの良い,いダートだったら少なくとも走るとは思いますんで、また後を試してほしいなっていう感じはありますね。大物感はないんですけれども、もうちょっと走っても良い,い馬だと思いますね。デルタバローズ。デルタバローズも全然人気はないですね。今のところ単勝17番人気、90何倍ついてます。このまま馬鹿にされすぎの馬ですね。追い切りなんか見てても豪快な動きをして、 バネもありますし足先のスナップなんかも効いてて馬体を見ててもなかなかのこ馬体でまあ現時点ならここのメンバーでも十分勝ち負けできるレベルにあると思いますね特にそのスピード競馬ですねアメリカの決闘なんですけれどもまあちょっとアメリカの決闘で分かりにくいところはあるんですがまあハーランズホリデーが入ってますしハーランズホリデーといえば NHK マイル2弱したことがあるアルビアーノもハーランズ・ホリデーで、まあ、ハーランズ・ホリデーの決闘の集合場でもありますしまあそういったことを考えると日本向きのスピードはある決闘ではあるんじゃないかなというかまあ基本的にそのアメリカの方の決闘だとある程度芝のスピード勝負に対応できることが多いので。 この馬に関しては、まあ、単純な馬体の見た目もそうですし、追い切りの動きなんか、あとはレース内容なんか見てても、時計が速くなってもある程度対応できるタイプだと思いますね。あんまりその瞬発力タイプではないので、瞬発力勝負だとどうかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、今の東京の馬場を考えると、うまく後位中段あたりでスッと前に壁を作りながら回ってこれた場合ですね。その場合だと この馬のススピードとセンスが生きるんじゃなないいいかなっていう,ふうに思いますね、まあ、ただその追い切りでですね手前を変えるのが遅かったりだとかそういったようなまだ未完成な部分っていうのは目立つ馬ですんでロスのある競馬だったら足が止まらず自滅してしまう可能性はあるかなっていうふうには思うんですけれどもただ前走のニュージーランドトロフィーでも内容良かったですし。 折り合いさえついて自滅さえしなければこの馬は十分ここでも上位に食い込める馬だと思いますね。カシアス。カシアスについてはだいぶ前から何度も何度も言ってるんですけれども、逃げない方がいいんですよね。ですがなんでか陣営の意思なのか浜中騎士の意思なのか逃げちゃうんですよね。 馬の客室本室に合わない乗り方をしてしまってるんで足がたまらないっていうところ持ち味がいきないっていうような競馬が続いてますね北海道の未勝利戦かなんか買った時にうちの方で前に壁を作りながら足を溜めて抜け出すような競馬でメリハリの効いた足を使っていい競馬してましたんでああいったような競馬をしていかないと成長も促せないですしま素質を有り余してるっていうような感じがありますね。 もちろんその行けるスピードがあるっていうところがあって行っちゃうところもあるとは思うんですけれどもできることを何でもやっちゃいけないんですよねやっぱりその辺っていうのはいけるっていうのは単純に能力があるってだけなんでその能力足をどこで使うかどういう使い方をするかっていうところが人間が考えなきゃいけないところであって行けるからといって行っちゃダメなんですよね。特にに基本的に逃げ馬馬っていうのは欠点がが、ある馬が 逃げるべきであって、まあ、基本的にまあ北三ブラックだとかああいったような逃げれるっていう気象的に全然問題がない欠点のない馬で強い馬もいるっちゃいるんですけれども基本的には逃げ馬っていうのはどこか欠点があって逃げなきゃいけないっていう馬が多いんですよね。ですからこのカシアスに関しては逃げなきゃいけない理由がないですし指す競馬も追い込む競馬もできる馬なんで。 足ををめて切れ味を生かすような、そういったようなな競馬をして欲しいなっていいいいうううに思いますね。まあ、そういうような競馬をすればこの馬はここでこんな最低人気になるような馬ではないですしここまで馬が馬鹿んされるような感じになってしまったっていうのは陣営とジョッキーの乗り方でこういう感じにしてしまったところもありますんでちょっと馬の名誉のこともありますんで僕は言いたいんですけどもこの馬はもっと強い馬ですよっていうふうに言いたいですね。 で距離に関しては、マイルまでは全然問題ないと思います。ただそれは前に壁を作って足を貯める必要があるかなっていう感じですね。ミスター・メロディ。ミスター・メロディはですね、ファルコン・ステークスは強い内容ではありましたし、芝でもやれるっていうところは分かったんですけれども、やっぱりこのまあダートの方が断然いいと思いますね。まあ、ちょっと芝だと瞬発力でどうかっていうところがありますし、 ファルコンステークスは正攻法の競馬でいい競馬はしてるんですけれどもやっぱりパンチが足りないというかそういったような軽い芝になる今回そのパンチ不足をどうカバーできるかっていうような競馬になっていくと思いますねただ前が止まりにくい馬場ということでもしばらけるようなレース展開で前目の方から ワンペース気味の競馬に持ち込むことがでできた場合ですねその場合だとこの間のいいところ出ると思いますし距離に関しては、まあ、もうちょい1004以下の方がいいかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、でも現時点ならある程度はこなすと思いますし、まあ、ファルコンステークスの中距離の馬場自体が結構タフでしたんであの馬場で1004を普通にこなせたということを考えるとマイルまでなら今の東京の軽い馬場なら全然 こなせる範疇だと思いますねただ相手が強いので、まあ、そういった中でいかにスピードとセンスでごまかせるかっていうところになってくると思いますね。レッドベイロン。レッドベイロンの母ちゃんはエリモピクシーで兄弟馬にリディルクラレントレッドアリオンサトノルパンレッドアバンセなどですねとにかく超良血です。 で馬体なんか見ててもこの馬もすごくいい馬ですねで走りもいいんですけれどもただ、まあ、ちょっと不器用な感じがあるかなっていうところがあってまあ大飛びなんで不器用っていうのはしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、まあ、中途半端な競馬をしにくいような感じかなっていうところがあってなるべく極端に先行するか。 はなか2番手とかそういったような競馬をするかそれか前走みたいに後方から直線勝負っていうような競馬をした方が現時点では構想しやすいイメージが湧くかなっていうところですね。でもまあ行為中段あたりから競馬をするにしてもうまく道中前に壁を作りながら足を貯めてそれでスムーズに4コーナー前後さばければ。 中途半端のポジションからででも競馬はできると思いますただやっぱりそのコーナーから外を回るような強引な競馬ですねそういったような競馬をすると素足をなくしたりだとかあとはちょっと強引にポジションを取りに行き過ぎると足がたまらずっていうようなそういったような時計面で対応できない可能性もありますんでまあやっぱり極端な競馬はしていた方がいいかなっていうふうに思いますねでマイルはこなせるとは思うんですけれども マイラーっていう感じではないんでなるべくなら花を切るぐらいな気持ちで出しててそれで控えるんだったらばらけるような展開になるような感じになってくれると乗りやすいと思いますねとにかくその外を回るような中途半端な競馬だけはしないように中途半端な競馬をするぐらいだったら最高峰まで避けて 直線で一旦バグに突っ込んで真ん中どころを外に出すというようなそういったような競馬でもした方がいいかなというふうに思いますね。まああまりその距離適性とレースの質ということに関しては現時点での完成度ではあんまりいいイメージが湧かなかったのでちょっと手が回らなかったとっいう感じですね。まあでも能力的には走っても全然おかしくはないと思いますしいい馬ではあるかなという感じですね。で成長力に関してはちょっとこの馬だけ 兄弟馬の中ででササンンデーサイレンスが入ってないんで、まあ、キングカメハメハは比較的その男馬に関しては早熟気味な感じがありますんで、まあ、今の馬体をキープできればってこの馬体のバランスのまま成長できればっていうような願望はありますねちょっとまたそのパワーがつきすぎたら今のいいところがなくなってしまう可能性もありますんでっていうふうに思いますね。 ロックディスタンロックディスタンはですねまあその走ってた時もですねあんまり当てにならない感じがあったというかちょっとオルフェーブルの欠点というかこういうふうに走りが抜けちゃうような感じの馬が結構いるんですよねでこの馬なんか特にその余計なところに力が入ってしまってまあ一気に 体力を消耗してしまうというか、フットワークを乱してしまうっていうような、そういったような感じのイメージになってしまう。あとはそのバランスを崩してしまうようなイメージが湧いてしまう感じの馬なんですよね。ですから、できれば力のいる馬はですね、用紙馬とかそういったようなところの方が走りやすいのかなっていうイメージがありますね。ダート走ればかなりその選択肢として希望を持てるんですけれども、 まあ今の軽い馬場で構想するイメージがなかなか湧かないというかもともとデビューが新潟だったんで新潟の芝っていうのはすごい軽いんで新潟であれだけの競馬をできたということは今の東京の馬場でもっていう感じはあるんですけれどもただその頃と比べると走り方がもっとその突っ張っちゃってるというか余計なところに力が入っちゃうような感じがあって。 反応が良すぎてガッといっちゃったりだとかそういったようなところもありますんでなかなかその足が溜まるイメージが湧かないっていうところはありますねまあでも能力的にはですねバカにできないのでもしばらけるような展開の中でスムーズに気分よく走れた場合だと怖いところはあると思いますねまあでも基本的には能力を出し切れないその可能性が高いタイプかなとは思いますね 最後に僕の馬券の買い方についてなんですが本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんでまずタオブロンドンの副賞ですねで副賞1.4倍前後かなっていうところで他の馬券を買うと回収率上げられないんですよねでもまあちょっと面白みがないかなっていうところで副賞は取り紙でもいいんで生まれんワイドをしっかりと買っていこうかなっていうふうに思います 下のところ流して生まれるんですねでプリモシーンテトラドラクマパクスアメリカーナここは人気してますんで多少色をつけてっていうところなんですが、まあ、そこ以上に魅力があるのがアナウマたちなんでファストアプローチアンコールプリューデルタバローズこの辺なんかは100円のところを200円にしようかなっていうようなそういったような感じでいてワイドもファストアプローチアンコールプリューデルタバローズはタオブロンドンとテトラドラクマ ここことの感感じじででワイドも買っておううかなっていう感じです、ね、まあ当たらないと回収できないようなそういう感じになりそうなんですけれども副賞だけでは完全な取り紙なんですけれどもそういうふうに買っていきたいですねでファストアプローチアンコールプリューデルタバローズまあここは夢化ケに近くなっちゃうんですけれどもワイドのボックスですねこれも買っておこうかなっていう感じですね、まあ、その紐としては 夢ってほど遠くはない馬たちなんですけれども、まあ、この3頭のワイドのボックスっていうのは多少夢かなっていう感じで抑えておこうかなっていう感じですね、まあ、大混戦ですね右下のところに混戦 S っていうふうに大混戦っていうような認識ですんで皆さんはお好きな馬から狙って全然面白いレースですんであとは思ったようなレース展開になるかっていうところで まあ、まあ、レース展開とかそういうのよりももうこれだけいいメンバーが揃ってますんでいい競馬地慢らしい競馬になってほしいなっていうのが一番ですね以上です吉本興業 ABCD EU 加減というコンビの東野スベルと申します失礼します